今回の単元では分子についいいいてて見ていきたいと思います。今まで習ったことあるものもあるしそれから高校になって初めて出てくる分子の働きも出てきます一、まあ、つずつ見ていきましょうまずは分子の確認復習からです分子には2種類ありました何とか分子っていうのと何とか分子って2種類あったんだけどわかるかな こ一、ね、つはパッと出てくる人いるんじゃないかなと思います。過去分詞の活用とかでね、原形、過去形、過去分子形って覚えたと思います。テイク、o o k t テイクンとか、リヴ、リヴ、トゥ、v e とって3つ覚えてね、その3つ目、過去分子です。えー、これは動詞に最後、テイクンみたいに N とか EN がついたりとか、えー、他には Live to Live とみたいに ED がついたりね。 他にも不規則動詞で、ね、いっぱいあるけど、まあ、代表して EN と ED 書いとこうと思います。これが過去分詞。それからもう1種類これあまり名前聞いたことないかもしれません。現在分詞というやつです。初めて聞くよという人ももしかしたらいるかもしれないんだけど形見るとああそれかって思い出します。これは動詞の最後にね「ING」をつける形。これ実は現在分詞と呼ばれています。なので分詞の2種類。で現在分分詞詞とと過去分詞これ今まで両方とも 習ってきたよ、ね、でこの現在分子と過去分子って今まで何かとセットで出てくることが多かったです例えば現在分子であれば進行形の時ねこれは B 動詞とセットで B 動詞プラス ING で進行形になってねこういうふうな形で出てきました過去分子の方も同じく B 動詞とセットになると受動体だったね B 動詞プラス 過去分子で受動体ほにゃららされるだったしハブとセットになると完了形になったねハブプラス過去分子。このように分子っていうのは今までいろんなものとセットになって意味を作るっていう風な働きがありましたただこういう風にセットじゃなくて単体でも分子っていうの働きを持つことができます。 はい、これです分子っていうのは形容詞として働くことができました形容詞っていうのは名詞を修飾する名詞を説明するものね例えば美しい花あ beautiful flower」の「beautiful」美しいっていうのは花フラワーを修飾しているので beautiful が形容詞だねでこんなふうに形容詞としてこの分子も働くことができました例えばこんな形ですまず左側ね「走っている男の子」この中の「走っている」の部分 この部分これは「男の子」っていう名詞を修飾している説明しているのでこれ形容詞だよね。でこの形容詞の部分に分子を使うことができます。分子っていうのは2種類あったよね。現在分子と過去分子で今回「走っている」ってホニャララしているという意味を表しているので進行形の時にも使ったこのそうするとこの「走っている男の子」っていうのは「あ y と書くことができます。 で今回のこの「running」の部分これが後ろにあるボーイを修飾している名詞を修飾しているので形容詞として働く現在分子でしたで同じように今度右側壊れたガラスこれも考えてあげるとまずこの「壊れた」の部分これもさっきと同じようにガラスを修飾しているので形容詞名詞修飾してからね形容詞です でえー「壊れた」のところをやっぱり分子を使って表すんだけど今回使いたいのは break という単語です。これは「壊す」という意味だね、えー、でこれさっきと同じように「ing」つけちゃうと「壊しているガラス」になっちゃうねでも今回「壊れた」ま「あ、壊されたガラス」だよね「壊す」に対して「壊された」と受け身の意味になっているね、えーなので 今度は、えー、受動態の時に使われていた過去分詞これを使ってあげます。過去分詞を使って、あ、broken window。これちょっとガラスじゃなくて窓になっちゃってるね。えー、ガラスだと glass です。ウィンドウ w じゃなくて glass。ちょっと間違えてました。ごめんなさい。あ、それから glass は数えられないからこのあも消しておきましょう。はい。えー、大事なのは、えー、この broken のところね。 今回は「壊す」って意味の動詞「ブレイク」の過去分詞形を使って壊されたガラス、まあ、つまり壊れたガラスっていうふうに書いてあげていますでこれもやっぱり、えー、こういうふうに分子っていうのは現在分詞も過去分詞も両方とも名詞の前に来てその名詞を就職する説明する形容詞の働きがありましたただしこの形容詞でして働く分子っていうのにも注意点がありました それは何かというと単語数です。今回分子のところ1単語だけだったけどこれが2単語以上になるとが変わりました。どんなふうに変わるんだったか次の形見てみましょう、はい、また左から見ていきましょうあ今回就職しているこの女の子を就職しているのはあそこで走っているというこの全体だねこれが女の子にかかっています。 じゃあこれを英語にするとどうなるかっていうと今度は単に「ランニングだけじゃなくてあそこでの情報が付け足されます「over there」そうするとどうなるかっていうとこういうふうになりました「the girl running over there」今度は分子が含まれる部分「あそこで走っている」の部分はこっからここまでだね「running over there」だねこれが「the girl」を就職する、まあ、説明していますこういうふうに2語以上 今回3語だったけど2語以上の時には就職したい名詞の後ろに分子の塊っていうのが来るんだったね。The girl running over there. とこうなります。これが分子が形容詞として働く時の注意点でした。右側でも確認しておきましょう。中国で作られたパソコン今回はこの中国で作られたっていう部分がパソコンという名詞を修飾しています。やっぱりこれも形容詞の部分だね。 この形容詞の部分は分子を使って表せます。どう表すかというとこうだね。A made in China. 今回作られただからあ受け身の形で使われる過去分子使ってるけどこれもやっぱり「Made in China」がコンピューター説明したい名詞の後ろにこ来てるね。「A computer made in China と」とこうなっています。 こういう風に分子を含む部分っていうのが2語以上の場合、今回3単語ですえ、2号以上の場合には名詞の後ろにその分子の塊が来ていました。こういう風な注意点がありました。分子1語で説明する時には名詞の前、名詞の前名詞の前で分子の塊2語以上の時には名詞の後ろから名詞の後ろから修飾するとえ、こういう風うな注意点がありました。